セントリックススへム端末。セントリックススはアメリカ合衆国軍によって運営される C4I システム。アメリカ合衆国及びその同盟国の軍隊との情報共有に用いられる。後にセントリックススに至る試みはアメリカ太平洋軍において着手された。1998年の艦太平洋合同演習において、 演習に参加する艦隊兵用地域諸国軍の間で情報を共有するために配備されたシステムが、それである。これは当初、単に、金と呼ばれていたが、間もなく、港湾と称されるようになった。初期のシステムは、ST3 席や通信電話機及び、インマルサット衛星通信を通じて、直接通信を行っていたが、間もなく、SHF 隊のインマルサット B 衛星通信の、 導入とともに、シプネットを介して、ウェブブラウジング及び電子メール送受信が行われるようになった。この新しい機能は、リムパック2000及びタンデムスラスト2001演習において披露された。演習後、同盟国軍間のネットワークは、公安 A と解消され、これとシプネットとの間でセキュアな電子メール送受信を実現するため、3年間の期限でダソグが組織された。 コーン A は、オーストラリア、カナダ、イギリス、そしてアメリカ合衆国の間のネットワークであった。2001年、太平洋軍は、同盟国間のネットワークをさらに強化する必要性を認め、4月より、参謀部、C4 システム部は、SSC サンディエゴと共同で作業を開始した。2002年に行われた6カ国合同のコブラゴールド演習においては、 公安 A に加えて、新たに、太陽国軍とアメリカ海兵隊第三海兵、遠征軍との情報共有のために、公安 T が立ち上げられた。また時期は不明であるが、公安 A の4カ国に、ニュージーランドを加えた5カ国との間で、戦略レベル情報を共有するための公安 B が、また、日本との間に公安 J、韓国との間に公安 K が、それぞれ設置されている。 一方、1999年頃より、アメリカ中央軍においても、同盟国軍と情報を共有するための C4I システムの必要性が認識されるようになっていた。2001年、C3I 担当国防次官補大臣と、中央軍司令部は、太平洋軍の港湾の技術に準拠した多国間の情報共有システムとして、港湾 C の配備を決定した。 2002年1月 ASDC3I はセントリックスをセントリックス GCTF として普及の自由作戦における国間的ネットワークに拡張することを決定した。また同年10月にはこの中央軍のセントリックス GCTF と太平洋軍の港湾のネットワークが連接され適切な権限を持ったユーザーであれば双方の情報資源にアクセスできるようになった。 そして2003年2月、港湾はセントリックススの一環となり、従来の港湾 A はセントリックスマイナス4アイズと解消された。現在、セントリックススシリーズのネットワークは世界各地に構成されている。これらのネットワークはいずれもアメリカ国防情報システム局による多国間情報共有プログラムのサポート下に構築されており、相互に連接されていることから、 適切な権限を持ったユーザーであれば、どのネットワークの情報資源にもアクセスできる。通信プロトコルとしては、インターネットプロトコルスイートを採用しており、ネットワーク上のドメイン名としては、ジェネリックトップレーベルドメインに、ミル、セカンドレーベルドメインに、クミルを用いている。セントリックスにおいては、暗号化は端末側で行われることから、 データ通信に対応してさえいれば、民間の通信回線であっても使用することができる。運用形態の関係上、通常は衛星通信が採用される。アメリカ軍以外においては、当初からインマルサットが主流であったが、近年では通信費用の面から、アメリカ軍も含めて、アメリカの KVH インダストリーズ社と日本のスカパージーサット社によるローミングサービスの採用も広がっている。 セントリックススで使用される端末はいずれも商用オフザシェルフ化が徹底されている。オペレーティングシステムとしてはいずれもマイクロソフトウィンドウズが使用されており、ブロック例1においてはサーバー OS としてはマイクロソフトウィンドウズサーバー2003クライアント OS としてはマイクロソフトウィンドウズ XP グループウェア用ミドルウェアとしてはロータスドミノを採用し、 また Windows の更新プログラム適用制御用として MZES サーバーが設置された。Centrix s m 関西用の固定式端末は AN,USC-185Centrix s m として正式化されており、基本的に作戦術レベル指揮官用としてのホースレベルプラットフォームと戦術レベル指揮官用のユニットレベルプラットフォームの2種類が存在する。フロリダプラットフォームは 航空母艦や教習揚陸艦、ウルプラットフォームは水上戦闘艦やドック型揚陸艦に搭載される。セントリックスス M の前身となる港湾端末の開発は2002年より開始されており、2004年よりセントリックスス M に切り替えられた。これらの初期生産型はブロック例 I-2 と称される。また2008会計年度からは、 改良型のブロック2インクリメント2の開発が開始されており、これは2009会計年度より全規模生産に入る予定である。下半式端末リムパック演習などの多国間活動での情報共有用として開発されたことから、セントリックス非対応艦に臨時に設置するための下半式端末も開発されている。CFAC は、 インマルサット通信による 64kbps のデータ通信を使用するものであり、ラップトップ型端末とネットワークスイッチ、ルーター、セキュア通信機、RS-422、RS-232 コンバータによって構成される。クパークは、イリジウム衛星電話による 2.4kbps のデータ通信を使用するものであり、 ラップトップ型端末とセクテラ、ワイヤライン積や通信機によって構成される。標準的なセントリックスネットワークは、下記のような機能を実現できる。ただし二国間ネットワークの場合、一部の機能が制限されていることがある。ありがとうございます。